ナコソは福島県いわき市の南部に位置する茨城県との境界地域である。より限定的には、日立国と道の区国の境となったナコソ関のみをナコソと呼ぶ場合もある。この記事では、1966年以前に存在した自治体であるナコソ市についても述べる。現在のナコソ地区の一大事であるナコソ町については当該項目を参照。 名コソ駅前が東京都仙台からの遠距離地点で、双方からの距離は1 7 7トルである。茨城県との境界には断崖が立っており、断崖の北側に平地が広がっている。鉄道道路現在の岩き市名コソ地区は、当初は菊田という地名であった。7世紀前半の国の宮津湖の時代には、名コソ地区は、 道奥菊田国造の領土であり、これが律令制が敷かれた時に菊田軍となった。菊田国造に対して、北隣は現在の湯本駅付近から福島第一、原発付近までの岩木国造南隣は現在の宇都港駅付近から日立市までの広国像の領土であった。これらの国の宮津湖が7世紀中期に統合されて多国となった。そして、 7世紀後半の律令時代になると、高国は日立国に編入された。718年には岩木国に入れ替わったが、720年代に道の区国に入れ替わった。岩木国時代に、多賀軍と菊田軍の境に菊田館が建てられ、この菊田館はやがて、ナこそ関に改名されたが、ナこそとは、泣きたそすなわち、来る中れを意味しており、 エゾの南下を防ぐ意味を持っていたという説がある。日立国と道の区国の境となった、ナコソ関付近は断崖となっており、この難所を抜けたところに、関が位置したことから、関東地方の武士たちから重視され、源義家もナコソに立ち寄った。現在でも、国道6号ナコソ検問所が設置され、シートベルトの取り締まりなどを行っている。現在の北茨城市北端には、 名こそ関の南口という経緯から、関南、関本という地名も存在する。同じく、名こそ関の北口には、関田という地名も存在する。平安時代から、戦国時代までは、現在の名こそ地区は、いわき市の領土の南端であった。戦国時代には、名こそ関を境にして、北側が、いわき市、南側が、佐竹市の領土であった。江戸時代には、 ナコソ関を境にして、北側が岩木平藩、南側が水戸藩の領土であった。1868年の母親戦争では、ナコソ段階に近い平方港で、岩木平藩と明治政府の軍勢が激突した。母親戦争との結果として、道の区国が分割された際、ナコソ地区は岩木国の一部となった。1871年8月29日の、 廃藩地県で当初は、平良県、1872年1月9日からは、岩前県に所属したが、1876年8月21日に、岩前県、福島県、若松県が合併されて、以降は、福島県に所属している。近代に入ってからは、常磐丹田の開発が進み担当町として、賑わうとともに、1935年には、 昭和人権が創業を開始し、工業都市の性格を合わせ持つこととなる。第二次世界大戦中には、風船爆弾の放棄が行われていた。1955年4月29日に、岩木郡名コソ町、上田町、西木町、河辺村、山田村が合併し、市政を施行して、名コソ市が発足した。その後の高度経済成長期、 1966年10月1日には、岩木市、内郷市、常磐市、平市、小川町、東野町、久野浜町、四つ倉町、大久村、川前村、田人村、三和村、吉間村との合併で、岩木市の一部、名こそ地区となっている。現在の岩木市役所名こそ支所は、名こそ市であった1960年に、名こそ市役所庁舎として建てられたものである。 また、常磐丹田の石炭を活用する形で1957年に、ナコソ火力発電所が、サメ川川口付近に建設され、ナコソ、小名浜一帯の工場施設や茨城県北部、一帯への電力供給を担っている。発電所行政機関ナコソ関、旧ナコソ市関連東海道、浜海道と協会その他ナコソ市に関するカテゴリー。ありがとうございます。